チャオ、こんにちは。今日もパスタ作りの時間がやってまいりました。今日はね、ちょっと美味しいパスタいただいたんで、これを使って究極のね、チーズとバターだけのパスタを作りますね。これね、高級パスタです。モリサーナって言うんだけど、平たい麺ですね。本来は生パスタで食べるやつなんですよ。だけど、まあ生パスタめんどくさいんで、こういう乾麺でやりますけど、今日作るパスタの原材料はこちらです。パルミジャーノチーズのすりおろし、これ 100g です。それからバター 30g ぐらいかな。あとね、多分普通はそれだけで食べるパスタなんですけど、ちょっと物足んないと思うんで、オリーブオイルの、ニンニクのオリーブオイルと塩コショウも、後で加えてみようかと思います。それでは、Let's try。 1個で1人前なので、2個で2人前。お塩をだいたい 1% ぐらい入れてあります。茹で時間が9分ですね。おっと、やべえ、ボタン外しとけよって話だな。よし、完成。はい、今日のパスタはパスタアルフレードっていうね、ローマの名店があるんです。100年ぐらい続いてんのかな、のお店の、まあ、オリジナルレシピというかをリクエストされたので、読者の方から今日作ってみました。ではまずサルテ、乾杯。うん、さっき味見してみたら思ったよりもね、やっぱ美味しいんですよね。最初はバターとチーズだけだからそんなになーなんて思ったんですけど、やっぱいいチーズ使うと美味しいね。早速いただきますよ。うん、
うん、美味しい。あの、もしかするとお塩いらないぐらいかも。結構パルミジャーノチーズはあの塩効いてるんで。ただ黒胡椒はね、本店ではこれ使ってないんですよね。でもちょっとあえて黒胡椒かけてみたら、それはまたそれで美味しいです。さて、美味しかったこれ。このパスタアルフレードっていう料理なんですけど、あの多分僕これアメリカ人向けだと思うんですよね。そもそもローマってあんまりバターは使わないところなんですよ。バター使うのは大体もうアペニン山脈から北の 北イタリア方面がほとんどなんですね。要はそのリッチな地域じゃないとバターって高級品扱いだったんで、まあ、今は違いますよ。だから南の方ってあんまりバターを使う文化じゃないんですよ。なのにローマでそのバターを使うってことは、おそらくその観光客のアメリカ人が多くて、そういうアメリカ人たち向けに開発されたレシピではなかろうかと僕はそう踏んでます。まあ、どっちにしてもね、麺がやっぱりそれなりにいい麺使うと、麺自体も美味しくなるし、まあ、そのパルミジャーノチーズとか、バターなんかもやっぱりとてもいい相性がいいんでね、美味しくできると思います。ってことで今日はパスタアルフレードをリクエストで作ってみました。大変美味しくいただきました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。チャオチャオチャオ。